イチローさん現役中怪我が本当に少なかったですが、その理由もこういった柔軟性というところにもあるんでしょうか。もちろんそうですけど、そうなんですけど、僕18歳でプロに入った時、チームでワースト3だったんですよ。え、18歳ですよ、高校生。え、高校チームで3人固い選手がいたんですよ。体が、そのうちの1人が僕だったんです。お前そんなんじゃこの世界でもやっていけないよってずっと言われてた。あぐらかけなかったね。あ、後ろ行っちゃう。それぐらい硬かったんですよ。はい、でそのもう2人が今の監督のオリックスの中島さん、その1人で、もう1人は福良さんって言って、あの2番バッター、今 GM やってるんだけど、この3人だったのね。でもそれを、まあ、トレーニングと、まあ、ストレッチとでここまで、割とだから僕は今は体が柔らかい選手で知られている。はい、積み重ねね。当時は一番硬かった。変われる、うん、なんかね、変われる。逆に今硬い人は伸びしろかもしれない。勇気持てる。そうそうそう、伸びしろだよ。やらないといけないですね、しっかり。そうだね、続ければ。何か使わないとできないものは続かないから。確かにそうですね、うん、例えばここのハムストリング伸ばすのに、うん、はい、もう これでこれだけで、あ、ただそれ、ね、これも止まってると硬くなる。はい、こう動くと、動きながら、はい、ここが可動、動いてるでしょ、ハムストリング。これだけでも全然。あ、 できればこの時も、はい、その股関節、割れた股関節に上半身を入れて、ああ、でこの体勢を作る。なるほど、それはポイント、うん、